県政フラッシュの時間です。プロバスケットボールチームバンビシャス奈良の選手らが県庁を訪れ、今シーズンの成績を報告しました。県庁を訪れたのはバンビシャス奈良の加藤真嗣代表取締役と藤高総一郎、宇都直樹の両キャプテンです。バンビシャス奈良は今シーズン B2 の西地区で18勝42敗の6位に終わりました。シーズン終了の報告を受けた土屋副知事は、苦しい時期もありましたが、最後にしっかり残留を決めていただき、来年につながりましたとねぎらいました。また藤高キャプテンは、東地区で優勝したチームに勝ち越すなど力はついてきていますと話し、来シーズンの活躍を誓いました。来年も B2 で戦えるということはすごい光栄なことなんで、そこに残留できたのは、最低限の目標は達成できたのかなと思ってます。僕たちも本当に B1 に昇格できるようにしっかり頑張りますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。ゴールデンウィーク期間に合わせて、奈良市にある国の史跡図塔が特別公開されています。東大寺南大門から南へおよそ1キロのところにある図塔は、東大寺の僧によって築かれたとされています。高さおよそ10メートル、一辺が32メートルある奈良時代の塔で、1922年に国の史跡に指定されています。階段状に7段石を積み上げ、かつては四方の44箇所に浮き彫りや線彫りの石仏が安置されていたとみられています。なんかびっくりしましたね。こんなものが昔作りはったっていうのもそうですけど、こんな大きいと思ってなかったんでびっくりしました。奈良が全部一望できるような感じでしょう。やっぱり昔の人はすごいなと思う。史跡図塔春の特別公開は5月7日まで行われ、期間中はボランティアガイドによる解説なども行われます。ではお知らせです。平城宮跡で春の催し、平城京天平祭が明日5月3日から開催されます。平城宮跡朱雀門広場で開催される平城京天平祭、天平衣装をまとった奈良時代の歴代天皇、貴族らが華やかに練り歩く天平行列をはじめ、おいしい食べ物を味わえるお店が並ぶ催しなど、大人から子どもまで楽しめる内容です。期間は5月3日から5日までの3日間で、時間は10時から16時30分までです。会場内での一部のイベントを除き、入場は無料です。なお雨天の場合は一部の催しが中止になることもあります。イベントに関する詳しい内容については、平城京天平祭実行委員会事務局電話0742-25局-0707番までお問い合わせください。5月8日から新型コロナウイルスが5類感染症になります。新型コロナウイルスは5月8日から季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に分類されます。これにより外来診療など幅広い医療機関が行う体制に移ります。発熱などの症状のある方や療養中に症状が悪化した方は、まず身近な医療機関に電話で相談してください。医療機関が見つからないときは、新型コロナ発熱患者相談窓口などに相談してください。医療機関を受診した時の費用は自己負担が発生します。またマスクの着用については個人の判断に委ねられていますが、引き続き自主的な感染対策を心がけてください。なお新型コロナに関する最新情報は県のホームページで公開しています。以上、県政フラッシュをお伝えしました。